お姉さんたち、アバランチの分派だよね。お前、なんで知って。あたし、すっごく尊敬してるの。本家よりずっとずっと。ああ、よく分かってんじゃねえか。ねえ、後で会える？頼みがあるんだ。お礼もしなくちゃ。ね、ね。じゃあ、明日、宿に来い。了解。そんじゃ、またね。いるんだよな、尊敬詐欺が。まあ、まだガキで適当にあしらうぞ。嬉しそうだったけど。とりあえず宿に行こうぜ。お客さん、聞きましたよ。海で大活躍だったとか。ありがとうございます。ロドナーから聞いてます。しっかりとおもてなしするようにって。4部屋でいいですか？5部屋でお願いします。承知しました。あ、お代は構いません。プリシラを助けてもらったお礼です。じゃ、まあ今日はゆっくり休むか。狭い部屋ですが、ゆっくりしていってください。こんなに部屋が埋まったのは久しぶりですよ。空いてるぜ。さっき助けたユーヒーって娘、頼みがあるって言ってたけどよ、なんだと思う？あんたのサインが欲しいのかもな。人気者はつらいぜ。こんなこともあろうかと練習しておいてよかったぜ。お前にもサインしてやろうか。待って、やめてって思ったけど、どうしようもなかった。うん、そんな感じだった。無理やり取られちゃったよ。やってることだけわかるんだよね。でも何がなくなったのかわからない。モヤモヤって。フィラメ、あれから見ないね。クラウド、誰かいるのか？レッドか。それなら見回り、ご苦労様。疲れたでしょ？ゆっくり休んでね。どうぞ。
ミッドガルから出てそんなに経ってないのに、すごく遠くに来た気がする。お母さんとマリン元気かな？帰りたいか？セフィロス追いかけないと。あ、ねえ、初めて会った時のこと覚えてる？花を押し付けられた。プレゼントしたんです。あの花セブンスヘブンに飾ってくれたよね。飾ったのティファだと思うけど。さあどうだったかな。女の子からもらったものを他の子にあげるなんてどうかと思うな。ああ、今後の参考に覚えといて。この町は潮の香りが強すぎる。匂いが紛れて神羅が来ても気がつかないかもしれない。気にするな。鼻がムズムズして気持ちが悪い。鼻がムズムズする。疑って悪かった。ううん、お互い様だよね。ねえ、エミリオ覚えてる？ニブルヘイムの。よろず屋の息子だ。うん、エミリオはクラウドの少し前に村を出たんだよね。それからずっと会ってなかったんだけど、去年セブンスヘブンに来たの。スラムにはめったに来ないって言ってた。ちょっと感じ変わってたかな。そうか。それでね、その時女の子と一緒でその子がとっても美人で、興味ないよね。まあな。でも話したいなら聞く。ううん、もういい。また俺を試したのか。そういうわけじゃないけど、結局そうなるかな。ごめん。いいんだ、今度ちゃんと話そう。答え合わせだ。次は腹割って話そうぜ。腹筋なら負けない。おやすみ。
おい。よし、これでみんな揃ったね。じゃあまずは自己紹介。私はウータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユピー。ジャッジ暴虐のシンガカンパニーと戦うためにはるか遠方よりやってきた忍びの末裔なのである。ウータイ？そ、それで頼みっていうのは他でもない。どう？私と手を組まない？私さ、手を組むなら本家よりブッパだと思ってたんだよね。忍者の仕事といやスパイか暗殺だろ。俺たちがやってるのはそういうことじゃねえんだよな。偏見。おお、でも今回は当たりかも。なんだよ。故郷ウータイから遠く離れたユフィちゃんはけなげにも活動資金を自分で稼ぎながら反神羅活動を続けてるわけで、ここで稼げないかなと探ってたら、ロドナー村長、暗殺の仕事があるって言うんだよね。そのターゲットが、誰だと思う？もったいぶるな。なんと大胆、シンラカンパニーの新社長、ルー・ファウス・シンラ、その人だ。どう？びっくりした？もうすぐルーファウスがジュノンに来るんだって。この村の真上、何期に就任パレードかなんかやるらしいよ。ここの人たちは国と太陽を奪われてからずっとシンラを憎んでるんだよね。だからこの機会に。そりゃすげえ。村長、私に払う報酬欲しさにあんたたちを信羅に売る気だよ。は？ああ、残念、もう売れちゃったみたい。じゃ、手を組むってことでいいよね。おい。上に行く方法はプリシラに頼んでおくから、あとはよろしく。早く出てこないとバイクごと押しかけちゃうぞ。いいのか、マイフレンド。誰？室内は不利だ、外に出よう。マイフレンド。あはー、相変わらず釣れないな。そんな共に朗報だ。この度エアリス救出特命部隊に抜擢されてね。そのことを伝えに来たってわけ。え？一人で来たのか。今回は挨拶に寄っただけだからね。ここは我々が踊るには少しばかりやぶすぎる。不完全燃焼はお互いに避けたいだろう。上に最高の舞台を用意してやる。そこで君が来るのを待っているよ、マイフレンド。面倒くさそうなやつだな。ここ離れた方がいいよね。村にも迷惑がかかるし。上に行くならプリシラを頼れってユフィ言ってたよね。シンラの相手ご苦労さん。
俺たちを売りやがってやってくれんじゃねえか。ほら、少ないけど取っときな。なんだよこの金。あんたたちにかかった懸賞金さ、もともとあんたたちにもいくらか渡すつもりだったのさ。反神羅同士でいがみ合っても仕方がないだろう。本当に捕まったらどうすんだよ。その時はその時さ、うまくいったんだからいいじゃない。あとはユフィがうまくやるように祈るだけだね。